この記事をまとめると、見た目とは裏腹に乗り心地の良い車を紹介。先代からの改良や最新の技術を投入することによって乗り心地を高めている。人昔前のスポーツカーのように犠牲になっている箇所が少ない。身構えて乗ったらノックアウト確定。スポーツカーというのは、速く走ること、を何よりも。 重要な使命としてしょって生まれてきた車を指します。そのため、無駄をそぎ落とした軽量かつ高い剛性のボディで、エンジンパワーを余すところなく使ってタイヤを前に進めるために、ドライバーもパーツの一辺とみなすような、ガチガチに固められた足回りでひどい乗り味となることも珍しくありませんでした。でもそれは、一昔前の話となりつつあります。 近年では足回りをただ固めるのではなく、より接地感が高まって路面を追従していくようなしなやかな動きにした方が、結果的に速く走れるという考え方や、スポーツカーといえども日常の快適性は犠牲にしないという考え方、スポーツ走行時にドライバーへの負担を軽減するという狙いなど、スポーツカー作りも日々進化しています。 また、タイヤの進化もスポーツカーの足回りを格段に良くしているのです。今回はそんな、スポーツカーなのに足回りがしなやかで、乗り心地が良い,いモデルをご紹介したいと思います。一台目は、タイプ R 誕生30周年、シビック誕生50周年の節目に登場した新型のホンダシビックタイプ R。先代のデザインと比較すると、 ややおとなしく派手さがない印象を持つ人もいるかもしれませんが、新型タイプ R のデザインは、あらゆるパーツの実行空力がしっかり機能しており、走り出すとダウンフォースが効いていることは明らか。足回りにはフロントは先々台から、採用されているデュアルアクシスストラットサスペンションですが、各部の合成アップなどを図っており、 しっかり伸縮することでリアの足回りを必要以上に固めることもなくなり、結果的にバランスが良くなっているとのこと。また、タイヤは標準でミシュランのパイロットスポーツ 4S が装着されていますが、オプションとして用意されるパイロットスポーツカップ2コネクトを装着すると、さらに乗り心地が上質になるというから驚き。走行モードは、 コンフォートスポーツ、プラス R、インディビジュアルの4種類があり、モードに応じてエンジンの制御やパワーステアリングのアシスト量、可変ダンパーの減衰力特性、エンジンサウンド、デブマッチシステムのレスポンス、メーター表示が切り替わるようになっていて、もちろん、コンフォートなら上級セダンもびっくりの快適性、たとえサーキットを攻めるような時に使う、 プラス R にしても、全く不快にならないのはすごいところです。2代目は日本だけでなく世界を代表するライトウェイトオープンスポーツカーであるマツダロードスター。車両重量を 990kg に抑えた 990S の登場で話題を集めましたが、乗り心地重視なら断然 RS です。 どちらも1.5リッターの直4エンジンを搭載していて、132馬力 152nm というスペックですが、乗り心地はちょっと違うのです。16インチアルミホイールを装着している RS は、走り出すと自然で伸びやかな加速フィールや、体が路面に触れているかのようなダイレクト感、瞬時に動くコントローラブルな楽しさはそのままに、 直進での安定感や重厚感がややアップし、元の操作感と上質感がちょうどいいバランスになっていると感じます。ステアリングの操作感などにも上質な感じがあり、ロングドライブでも快適。やはりオープンカーなのでソフトトップだと静粛性は気になるシーンもありますが、静かなドライブが好みの人にはハードトップが装着される RF もおすすめです。 見た目とは侵略の快適さが楽しい。三代目は、トヨタとスバルが共同開発し、トヨタからは GR86、スバルからは BRZ として登場している4シータースポーツカー。共同開発ではありますが、最終的な走りの味付けはトヨタ。スバルそれぞれの信念に基づいて仕上げているという通り。 比較試乗してみると全く違うことに驚きます。もちろんどちらもそんなにガチガチに固めた足回りではないですが、安定性や乗り心地とスポーティーさのバランスが高めで、ロングドライブでも快適だろうなと感じるのは BRZ。肩ひ腰し、肩甲骨を面で支えるような形状に、こだわったというシートの座り心地も良く、 クッションも最初は柔らかめで中の方に固めの素材が仕込んであるようで、大きな段差を乗り越えたりしても底付き感がなく、体の揺れも最小限なのがいいところです。4代目は新型の日産フェアレディ Z。こちらも華麗にしなやかな足回りへと進化を遂げたスポーツカーです。プラットフォームは従来型を引き継いでいますが、 エンジンは完全刷新された3リッターの V6 ツインターボを搭載。6速 MT と9速 AT が用意されています。MT レブシンクロコントロールがついているので、シフト操作は勝手に回転数を合わせてくれて、何度やってもスムースに操作できて気持ちがいいのが、まず嬉しいところ。誰でもマニュアル車の運転がうまくなったように自信が持てます。 エンジン音も気分を盛り上げてくれてもっと走りたくなってしまうほどデザインには最先端の空力性能が盛り込まれているのでピタリと路面に追従させて走ることができメカニカル LSD によるこれぞ FR スポーツカーと思える一体感と乗り心地の良さが同時に味わえるスポーツカーとなっています5代目は それまでの FR レイアウトから、ミッドシップへと変身して登場したシボレーコルベット、40コロン60という前後重量配分を手にし、トラクション性能が大幅に向上しただけでなく、第4世代となるマグネティックライドダンパーはドライブモードセレクターと連動、リア側の負荷変化をセンシングしながらダンピングレートを最適化し、 トラクションをサポートする機能も追加されています。6.2リッターの V8 エンジンが発生する大パワーを余すところなく引き出す。シボレーとして初採用の8段デュアルクラッチ式 AT が搭載されており、ダイレクト感のある加速フィールも見どころです。そして発進してすぐに感じるのが、とんでもなく乗り心地がいいということ。 ロードノイズや風切り音もしっかり抑え込まれているので、高速道路でも普通に助手席との会話が楽しめます。先代までのように、ジャジャバ的な迫力や、面白さは少し控えめになったかもしれませんが、それでもその気になれば怒涛の速さは健在。それなのに、ロングドライブでも助手席の人から、全く不満の出ない、 快適なスポーツカーとなっています。ということで、スポーツカーは、若いうちじゃないと乗れない、なんてのはもはや昔の話です。しなやかなスポーツカーはこれからも増えていくのではないでしょうか。